ディープバンタム級5分2ラウンド、平松翔 VS 日比野エビ中純也。続いては第4試合です。ディープバンタム級の5分2ラウンドの戦いです。
オレンジのトランクス日々のエビ中純也、黒いトランクスが平松翔、この両者の戦いです。ラウンド第1ラウンドが始まりました。これはすいません、平松選手、はい、ええ、まあ、どちらかというと自分はストライカーなのかなと思っている選手で、逆に日比野選手、ええ、日比野選手はまあグラウンド、の展開をなんか作っていきたいタイプの選手かな、はい、まあ、明確に、まあ、ストライキングとあとグラップリングの戦い、はい、どちらが自分の領域に引き込むことができるかというところがまず序盤の見どころかなと思います、ね、はい、フットワーク軽快に動いておりました日比野エビ中純也、間合いを測っていきます。一方の平松翔がじりじりと距離を詰めるような動きです。そうですね、あまりステップは踏まずに、まあ、ちょっとカウンターを待ってるのかなという感じはしますよ、はい、あ、いい膝ですね。キック蹴り、その蹴り足を掴んでいったのは日比野。さあ、ここから日比野の攻めの時間となっていくんでしょうか。懸命に剥がそうとする平松、しっかり距離潰して、まあ、ちょっと体を浮くと平松選手足手足長いので、はい、まあ、もしかしたら引っ掛ける系の寝技、三角とか、そういうものも持ってるかもしれないので、はい、しっかり一回距離を潰して、ああいいですね、なるほど、下から上がっていく、下から登って腕を掴んだ、まあ、惜しかったですね、はい、バックしがみつくのは日比野。やっぱり平松選手パラエストラ松戸で練習されてるっていうことなので、多分柔術もしっかりやられてるんじゃないかなと思います、ね、はい、まあ、先ほども腕十字見せてましたし、下からの仕掛けというところも持ってる、まあ、もう単純なストライカーという感じではなさそうですね、はい、ただ足って腕を挟むような格好の日比野、まあ、ただ紙四方になって一回ここ落ち着いてもいいかもしれないですね、はい、そんなにまだ序盤なので、まあ、焦らず一回削るところを考えていいと思います。着実に自分の攻めようと、もう本当に下の人もう上に自分の顔の上とか顔の近くに相手の胴体があるって結構なプレッシャーなんで、はい、もう乗られてるだけで本当に消耗していくんですね。立ち上がりました平松。そしてここいい向き合い方しましたね、はい、ただここでしっかりテイクして倒そうという日々の今平松選手の右腕を、はい、日比野選手が左腕で掴んで、あ、そうですね、外したんですけど、はい、まあ、その逆サイドから掴まれていると体がちょっとひねられた状態で固定されてしまうので、いつもより動きづらくなるという動きでしたね、はい、さあ再び平松の腕をこう足で挟むような格好、そうですね、腕を掴んで、まあ、門脇というような動きをしようとしているのかと思いきや、今度は、はい、おお、さあすり抜けていった平松、うまいですねグラップリング。しかしマウントは日比野、押し付けていきます。選手ちょっとここで落ち着かない方がいいですね、この体勢は、はい、うん、いいですね、しっかり相手の腰をして足戻して強烈なパンチをしっかりやってる動きですね、はい、ただ日比野選手しつこくていいですねこれ、はい、やっぱストライキングやりたい人とか立ちたい人って、はい、立ち際にもう一回組みつかれるのが本当に嫌なんですよ、せっかく立ったのにっていう、一、はい、回そこでいつもよりスタミナ、はい、精神的なスタミナのゲージが減っちゃう感じがするんで、今すごく平松選手しんどいと思いますね。逆に日比野の方はしつこくしつこくがいい、そうですね、もう思い通りにやるべきことをやってやってるっていうところですね、はい、もう一回上になってマウント、日比野エビ中純也です。残り時間は第1ラウンド1分30秒切っています。下で必死にもがいている平松です。今のところまあ、スタンドで平松選手が明確にパンチを当てたというところもなかったので、はい、まあ、今のところしっかりグラウンドを取ってポジションを取ったら日比野選手がポイント的にはしっかり勝っているところかなと思いますので、さあ一旦仕切り直していけるか平松翔。平松選手はここでちょっと見すぎない方がいいですね、はい、もう2ラウンドしかないので、ええ、このラウンド上げちゃうともう次のラウンドで、まあ、KO するか、まあ、明確にダメージを与えるかしら、厳しいところがあるので、はい、いいですね、ここでもうちょっと冷たかったですね。残り時間30秒切りました。もう一発二発というところを見せたいですね。もう少し追いかけてもよかったかもしれないですね、はい、さあ1ラウンド残り時間がなくなってきました。キックを見せるのは日比野、
右のパンチを見せる平松。日比野選手は下のテイクディフェンス、テイクフェイントからの、はい、まあ、打撃ですとか、その逆に、打撃フェイントからのテイクとか、はい、その上下の分けっていうところを使っていくと、より2ラウンドは、うん、まあ、ちょっとなんですかね、アクセントになるような攻め方をできるかなと思いますね、はい。さあ第1ラウンドが終了となりました。日比野のこうしつこく攻めていく、そんな姿勢が光る第1ラウンドという結果になっています。対する平松は、まあ、とにかくどこかでいいのを決めていきたい。そうですね、まあ、ちょっとスタンドの動き見てると、はい、まあ、やっぱりちょっとカウンター狙い、まあ、相手のタックルに膝を合わせるですとか、少しそういう、まあ、ポイントを狙ってるんじゃないかなっていう動きはしてるんですけど、はい、まあ、ただそれやっぱそのスタイルって一回組まれてしまうと、作り直すのに時間がかかったりとか、はい、まあ、ちょっとやっぱカウンター狙ってるとは言ってもそれが必ず当たるわけでもないので、ちょっとそのスタイル少しリスキーなんじゃないかなと思いますね。もうちょっと自分の方から組み立てていく、ね、ただただ待つっていう形のカウンタースタイルって、自分で試合を作るといます、はい、もしじゃあカウンターでタックルに膝合わせたいってなった時だったら、はい、相手のタックルをただ待つんじゃなくて、相手にプレッシャーをかけてタックルに入らせる、はい、なるほど、相手に無理やりそのタックルに入らせてしまう、はい、もうこっちの手のひらの上で転がした上でカウンターを打つっていうのが一番の理想だと思うんですね。相手の動きをこう呼び寄せるという制限させるというか、はい、もうここのコースでのタックルしか打てないよぐらいまで、まあ、しっかり追い詰めた上でカウンターを狙うっていうのがカウンタースタイルの一つの理想だと思うので、はい、もう少し圧をかけてもよかったかもしれないですね。さあ平松の左足を掴んでいるが、いい、ね、しっかり、さあここでひっくり返していけるか、クラッチはできてるんですけど、首に腕は巻きついているが、少しずれてるかなっていうところですね、はい、外れましたね。あ、ちょっと顎がずれてる感じがするので、はい、ただかなり深いですね。平松選手は腕もすごく長いので、はい、ちょっと外れづらいかもしれないですけど、あ、外れましたね。去年3月のディープ東京プロデビュー戦ではフロントチョークで勝利している平松翔。さあそうなると日比野の方の戦い方どうか。日比野選手はもうとにかく上下のフェイントを少し、そうですね、パンチ振りながらも、はい、パンチの打ち終わりにテイクに入るですとか、いい形です。平松の強振をかわしていって日比野が上になる。平松選手ここでもっと腰を後ろに下げて、はい、で這うようにして、背中でこう這うようにして、金網を登っていくっていう立ち方をしていきたいですけど、はい、今日比野選手が平松選手の右足を、はい、まあ、4の字ロックじゃないですね、両足で挟んで少し浮かせている状態なので、はい、そして位置をずらしていく。そうですね、位置をずらしていって背中を完全にマットにつけようとしてますね、はい、ただもちろんその平松選手もマットにつけられるともう明確にグラウンドに、まあ、倒されてしまったっていう判断になってしまいますので、はい、まあ、ギリギリのところで粘ってるっていう形になるんですけど、今一回腰を引いてさらに背中をつけに行ってます、ね、はい、さあ逃れようとする平松は形状を背にしてこう立ち上がりたい。そうですね、ただ平松選手も確かに最後の最後では耐えているんですけど、はい、もうここまで倒されてしまっているともうテイクされているって判断をされてしまうので、はい、もうその背中つくつかないのところでどうにか頑張っているっていうことをやっても、はい、もっとより自分のポジションを良くしていかないと、日比野のこう一回逃れようとする平松の動きをこう制御して、そうですね、ただ一瞬動かせてさらにその動きを読んだ上で崩すっていう動きができているので、はい、まあ、平松選手ちょっと動けると思ったらその流れのまま倒されてしまうって、すごくちょっと心にくる倒され方をしてますね、はい、ちょっとこうしんどい。そうですね、だいぶしんどいと思います、はい、さあ横から抑え込んでいきます日比野エビ中純也です。さあひっくり返そうとする平松、しかし抑え込んでいる日比野。そうですね、もうここまでポイントとしてはおそらく日比野選手がもう取ってるラウンドになってますので、はい、平松選手としてはここで逃れるっていうところを目標にしてしまうと、はい、もうそのまま終わっちゃうんです、ね、あ、なるほど、時間が、はい、しっかり断ち切ってさらに反撃をしてポイント取り返す、はい、もしくはもう倒すっていうところを目標に設定しないと、時間の使い方がちょっと悠長ですね。これはもう寝てる時間本当にないので、はい、もう残り時間1分半を切りました。断ち切って相手を倒さなくちゃいけないっていう意識で動かないと、ちょっとこれはもう時間がないですね。残りここを逃れて仕留める時間も必要であるということですからね。ちょっと下から殴ってる場合じゃないんですよ、はい、ここは
もう少しこう暴れ方を強く、はいはい、そうですね、もう正直時間も1分しかないんで、はい、あんまりこう丁寧な技術で一本一本しっかり戻していくっていうことをしてても時間がなくなってしまうので、うん、もうここはもう負けが見えてるので、はい、明確にがむしゃらに立って倒しに行くっていうところまでつなげてほしいです、ね、はい、多少隙が生まれてもいいので、いやもうそうですね、もう、もう完全にここは負けてるので、はい、そこはリスクを冒して叱るべき場面かなと思います、はい、そこにパンチを落としていくのは日々の、まあ、ただちょっとこううまく腰に足を合わせてここから十字ですとか、はい、三角っていうパターンもなくはないと思うんですけど、ちょっと三角、まあ、締め技系だと時間が短いと無理やり耐えられてしまう、さあ立ち上がれるか、しかしそうはさせないとする日々の、こらえる平松、平松選手は突き放したいですね、はい、ここからはもう時間がない、突き放すかもしくはここの組み際で膝を合わせて効かせるしかもうないぐらいの局面ですね、ここは。それでも日比野が必要に攻め続けていく、うん、ここはもう日比野選手クラッチ離さないですね、はい、ずっと、あ、もったいない、離さなくてよかったな、あ、でもしっかりテイク取りに行きますね、倒しに行く、崩す、ここで試合終了、判定に入ります、いや日比野がこの平松の良さをこう出させまいという、そうですね、しっかり消したっていう試合だったと思いますね、はい、もう最後も、まあ、決して流すわけではなくて最後の最後でもう一回倒しに行くっていう姿勢も、はい、グラップラーとして素晴らしい姿だったと思います、平松の方はこの姿、まあ、疲れた、そうですね、2ラウンドというところでしょうか、はい、まあ、ちょっと自分のすみません、試合見てての感想なんですけど、はい、平松選手多分下からも、まあ、序盤に腕十字取りかけたシーンもあったと思うんですけど、寝技もできる、下からの仕掛けもできる選手なのかなと思いますね、はい、なので、まあ、正直その下になった瞬間の、なんすかね、慌て方が少なかったというか、もっと必死に動くべきだったんじゃないかなという印象があります、ね、はい、多分できてしまうがゆえに、そこまで日々の、はい、まだ明確に暴れられなかった、20対18青日々の、2人目も日々の、フルマークで日々の宇宙純也が判定3対0戦しています、まあ、それが結果として日々野の攻め時間が長くなる要因になってしまった、ね、まあ、ちょっと、まあ、結果的に付き合ってしまった平松選手が日々野選手の、はい、まあ、グラウンドに少し付き合う姿勢を見せてしまったというところが、日々野選手にとっていい方に転がったのか、平松翔選手に盛大な拍手を、今年9月には腹骨折に判定で敗れた日々野ですが、ここは再起戦見事な勝利、そして私立恵比寿中学のファンを公言するこの日々のしっかりとそのアイドルグループのアピール応援も欠かさない、ね、なんか大好きなものの名前を背負って戦うってもうなんかすごいプレッシャーなんだろうなと思います、ね、うん、そうですね、そして公認をもらってのこの日々のエビチュージュンヤというリングネーム、いろんな意味でメンタルが強いですよ本当に、はい、そして背負うもののために戦い続ける、判定3対0で日々のエビチュージュンヤが平松翔を下しています。